メだ。びくともしねえ。こちらへ。行くぞ。ここはまだ終着点じゃないみたいね。通らせてもらうぞ。無惨した肉体が滞留している。いや、囚われているのか、この空間に。こいつを。ケツ、なんて大きさだ。待て、様子がおかしい。肉体の再生をコントロールしているのか。壊す、あの血液。楽しくなってきやがった。ダメ、びくともしない。どうする、早くしねえとまた再生するぞ。このままでは。
壊れたブラッドコードを寄り合わせ、記憶の糸を紡ぐのかと。大丈夫、あなたなら。苦しみは終わりだ。あの扉の奥に血類の源流がある。そしてそこにはきっと俺の知っている人がいる。ここで待つか。行こう。やはりそういうことだったのか、姉さん。どうなってんだよこれ。まさかここにあるのは全部。終わってなかったんだ。クイーンは生きていて、そして俺たちは生かされていた。ここから流れ出る血の恵みでクイーンを封印するため人柱になった姉さんの血の涙で。ルイ、今はそっとしておいてやろう。取り乱してすまない。もう大丈夫だ。これからどうする？継承者を探す。姉さんのこといいのか？今のところ暴走の兆候はないようだ。血類の枯渇は今なお続くクイーンの最悪の一端でしかない。それが分かった今、俺はこの最悪を断ち切る方法を探していきたい。それが俺の果たすべき義務なんだ。俺たちのだろ。よくも仲間の誰かが歯を食いしばって前に進もうとしてるときは黙って支えてやる、そういうもんだろうが。ええ、どんなことでも協力するって言ったはずでしょ。お前たち、お前の身に宿るその力、今はそれだけが頼りだ。よろしく頼む。継承者を探そう。クイーンが復活する前に。姉さん、もう少しだけ待っててくれ。
前はこの手で間違いなく消したはずだ。お前がどうしてここに。侵害を鎮める力、そういうことか。エヴァと同じ、いやそれ以上。こちら側につけ、血を継ぐ者よ。その器、放っておくにはあまりにも惜しい。気付けろ、奴は相当使えるぞ。心臓を守ることだけを考えろ。俺たちが盾になる。いいだろう。ならば。あなたには聞きたいことが山ほどあるの。話してもらうわよ。知ってることは全部。なぜ出てきた。あなたに無茶をさせないためよ。エヴァ。限界か。仕方ない。ここは引くぞ。いずれまた迎えに行く。それまでに覚悟を決めておけ。